シンプルな鉄碑裏掘りとは、馬のひづめの裏に詰まった藁、おがくず、泥、石、おぼつなどを描き出して入れ作業のこと。また、その作業に用いる道具である鉄碑の別称でもある。裏掘り,りは5時。鉄碑は金属製のヘラ状であったり、鍵状であったり、ブラシがついていたりする。馬は、 一旦死を病んでしまうと致命傷になりかねないため、死死のひめを清潔に保つために行う手入れである。低鉄とひめの隙間やひめの溝に、敷きわらなどが詰まったままにしておくと、ひめの角質が腐敗する、ひづめさ不乱を招く。また、異物を踏んだ刺し傷である、頭始めや、ひめに、裂け目の入る、列ひめがないかの確認、低用炎等のひめが、 耐熱する病気の早期発見、怪我や過労を示唆する急接等の死の関節の帯熱や外傷の発見、停鉄の状態確認のためにも有益な作業である。裏掘りは、1日に2度、朝の馬房掃除の際、または、騎乗前と騎乗ごとに行うのが望ましい。手入れはおおむね以下の手順で行われる、馬体の側面に尾の方を向いて立ち、 肩を馬体に当てて作業者の存在を示す。前肢は、前膝、後肢は、施節のあたりから、管、球節を撫で下ろして、つなぎをつかむ。前肢は、肢の後方から、後肢は、肢の前方から手を回す。肩では対応し、肢を上げるよう求める。鉄肥を使って、ひめの裏に詰まった土やお物を取り除く。鉄肥は、ひめの後ろから前へ使う方が、 ひめさを傷つけにくい。ひめを水洗いすることは、より清潔になるだけでなく、水分補給に役立つ。日に一度程度、低を塗る。乾燥防止と逆に湿った馬房の敷きわらや地面からの過剰な水分吸収の防止に役立つ。ひめさフランとは、不十分な裏掘りや不衛生な馬房が原因となり、ひめさやひめ底の角質が細菌感染を起こし、 腐敗する病気である。感染部位は脆くなり、腐敗臭を放つ。感は人のすねに相当し、その上部の関節を前足の場合は、前膝、腰の場合は、肥節と呼び、またその下部の関節を急節と呼ぶ。つなぎは、急節とひずめの間のこと。ありがとうございます。